さらっとした、で、そのまま飲むタイプの甘酒、濃縮じゃないので、割ったりとかせずに、そのままごくごく飲むような感じで、甘酒を作りたいという方は、麹とお水だけで作っていただいても大丈夫です。なので、ご自身のね、用途によって作り分け、使い分けしていただくのが良いかなと思います。皆様、今日はですね、甘酒に関するね、ご質問でよくいただきます。甘酒にね、ご飯を入れないで作ってもいいでしょうか?というご質問をよくいただいてます。今日はですね、これに回答していきたいと思います。まずですね、早速ご飯ですけれども、入れても入れなくてもね、甘酒は作れるんですけれども、ご飯を入れたバージョンの方がお砂糖代わりに使えるというところもありまして、べっぴん系チャンネルではですね、ご飯入りのレシピをお伝えしています。普通のね、調味料としてもね、甘酒とても使えますので、甘いものねお好きじゃない方にもドレッシングだったりとか醤油麹と甘酒でね美味しい照り焼きのソースができたりとか、あとコクにもねなるのでね、マヨネーズとかいろんなそういったものにもね甘酒入れると美味しくなりますね。なのでご飯入りを推奨してやらせていただいてるんですけれども、さらっとしたでそのまま飲むタイプの甘酒、濃縮じゃないので割ったりとかせずにそのままごくごく飲むような感じで甘酒を作りたいという方は麹とお水だけで作っていただいても大丈夫です。なのでご自身のね用途によって作り分け使い分けしていただくのが良いかなと思います。ということでね、今日はせっかくですのでサラサラ飲める甘酒のね作り方もレシピでご紹介していこうかなと思います。こちらはですね、生麹 75g に対して倍のお水ですね 150g を入れていただいて発酵していただければと思います。発酵は55度から60度の間ぐらいでですね、8時間以上ヨーグルトメーカーで温めていただければと思います。そうするとサラサラしたね、八海山の甘酒、皆さん飲んだことありますでしょうか。すごいサラサラしている感じなんですけど、あんな感じのですね甘酒が出来上がります。そちらの方がね飲みやすいかなっていう方は飲んでみてください。まあ、調味料でね使った方がねやっぱりいろんなものに使えるっていうところもあって、そちらをお伝えしてるんですけど、これはお好みなのでねどちらでも大丈夫です。で、日本麹クレーター協会のですね、麹ブリューワーというですね一日体験のですね麹の講座があるんですけれども、こちらではですねこのねストレートの甘酒の作り方をお伝えしていて、実際作ってお持ち帰りするというのもやってたりしますので、気になる方はですね麹ブリューワー見てみていただければと思います。麹に醸す人と書いて麹ブリューワーと読みます。3日間のね講座なかなか来れない方とかはね、こちらから1日の講座からスタートされる方も結構いらっしゃいます。今日はですね、せっかく甘酒のねお話だったので、甘酒のですね作り方もう一度ですねお伝えしていきたいと思います。必ずですねこうね火にかけないと、温度を上げてあげないとですね酵素の働きがね弱い状態でも甘酒にならないんですよね。なので塩麹とか醤油麹みたいに常温で作ることはできません。なんですけれども、火にかけることでヨーグルトメーカーなくてもですね作ることができますので、その作り方をお話ししていきたいと思います。もしヨーグルトメーカーがない場合ですね、お鍋で作る場合ですね、材料はですね麹 150g、 そしてご飯 100g ですね、そしてお水 120g というレシピになります。で、ご飯が熱々の場合はですね、お水冷たいもので合わせていただければと思います。ご飯がね冷凍してる時にはですね、熱湯を入れていただいてご飯を溶かしていただくっていうことをねしていただくと、ちょうどいい温度でですね麹と合わせることができるかなと思いますので、ご飯の温度によって変えていただければと思います。ご飯常温ぐらいの温度だったら常温ぐらいのお水で合わせていただくといいかなと思います。そこに麹を合わせていただいて火にかけていきます。で、温度計がねこの時には必要なので、温度計1000円ぐらいでですねスーパーとかでもね結構売ってますので、ぜひご用意ください。で、温度測りながらですね、酵素をね失活させてしまうと甘酒甘くならないので、はい、酵素を失活させない温度で止める必要があります。75度で酵素失活していくんですけれども、温度測っていくとねどんどん上がっていっちゃうと思いますので、60度ちょっと超えたぐらいでね止めていただくのが一番いいかなと思います。60度ちょっと過ぎたぐらいで火から下ろしていただいて、急いでですねタンブラー、魔法瓶の中に入れていただきます。これね、スタバとかのタンブラーでも大丈夫なんですけれども、スープジャーみたいなね口の広いものがあれば、そういったものを使っていただいた方が使いやすいかなと思います。で、タンブラーかそのスープジャーにですね60度のお湯を入れておいていただいてですね、温めておいてください。で、そのお湯を捨ててですね、今ね出来上がったやつをですね急いで入れていただきます。それで蓋をしてですね、
8時間経ったら出来上がりという形になります。甘酒ね、ヨーグルトメーカーなくてもね簡単に作れます。ヨーグルトメーカーで作る場合には、同じ材料ですね、麹 150g、 ご飯 100g、 お水 120g を先ほどの要領で混ぜていただいて、ヨーグルトメーカーに入れていただいて、よくね混ぜた状態で、そして蓋をして58度で8時間から、まあ、12時間ぐらいで、ね、やってもいいです。こちらの時間帯で保温していただいて、出来上がったらすぐにですね熱をね出していただいて、ヨーグルトメーカーの場合ガラス瓶なので、まあ、それでお水とかにねちょっとつけていただいて、粗熱を取ったらすぐ冷蔵庫に入れてください。でタンブラーで作ったものの方もですね、8時間以上経った後に甘くなってたら完成なので、タッパーなどに移してすぐに冷蔵庫に入れていただくと、甘いのでですね、いろんな雑菌たち菌たちのご馳走が、まあ、甘酒の中にはねありますので、菌たちいっぱい繁殖してきますので、なるべくね低温な状態に入れた方が、いろんな菌が繁殖せずに美味しく食べられるっていうところもあるので、すぐに冷蔵庫に入れてくださいねっていう話をしております。ということでですね、こんな風にすると美味しい甘酒になってですね、その後調味料としても使えますし、ヨーグルトにかけていただいてね美味しく食べたりっていうこともできます。麹スタイルで販売しているものは6種類になるんですけれども、どの麹も同じ形で甘酒作れます。全然違うお味のね甘酒が作れますので、ぜひ皆様やってみていただいて、ぜひぜひ食べて食べ比べなどもしてみていただければと思います。ということで今日はですね、甘酒にご飯を入れるの？というね、あのご質問から回答させていただきました。麹とかね、甘酒とかね、塩麹、醤油麹作ってるといろんな疑問出てきますよね。こんな風に皆さんの疑問にもねどんどんお答えしていきたいなと思いますので、コメント欄や LINE 公式でぜひぜひご質問いただけたら嬉しいなと思います。こちらのですね、べっぴん菌チャンネルでは麹にまつわるいろいろなお話をしております。今日はね甘酒についてお話をさせていただきましたけれども、それ以外にですね、麹で作るいろんな調味料だったりとか、麹菌の話だったり、酵素の話だったり、温度のお話だったり、そして麹作りのねやり方なんかもですね、こちらのべっぴん菌チャンネルではですねお届けしております。この動画をきっかけにですね、麹ライフ始めましたっていうようなお声もねたくさんいただいてます。いつもありがとうございます。もうめちゃくちゃ励みになります。麹はですね、日本の調味料のほとんどの原材料なんですね。麹は麹菌というですね日本の国菌からですねできています。現在のですね調味料は大量生産、安価、効率化というところにね目が向いて作られているものが多いので、なかなか麹菌のパワーを使ったですね調味料に出会えないというのが今の現在になっています。なので、どんな風にね調味料を選ぶといいよっていう話をですね LINE 公式お友達になっていただくとプレゼントしてますので、よかったら聞いてみてください。でね、美味しい調味料と麹を合わせることで本当にめちゃくちゃパワーが出てですね、本当にね混ぜるだけ、和えるだけ、ちょっと入れるだけで本当美味しいね麹の調味料がたくさん作れるようになります。これがね作れるようになると女子たちはねめちゃくちゃ楽になります。楽にお料理できてね、しかも美味しくて元気になって綺麗になっていいこといっぱいっていう感じなので、まあ本当ね、このね麹のね救世主たちをねたくさんの方に知っていただきたいなと思いでですね、このべっぴん菌チャンネルはやらせていただいてますので、皆さんがねグッドボタン押していただくと、たくさんの方にですねこのべっぴん菌チャンネルが届きますので、ぜひ皆様グッドボタン、チャンネル登録をお願いできればと思います。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またねー。